はい、皆さんこんにちは、フローアーティスト慎です。今日はこちらのバンクシャーというお花を使ったアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います。このワイルドフラワーと言われているこのバンクシャーですけれども、このワイルドフラワー系の花ってものすごく日持ちがします。ただ、まあ、アレンジメントの仕方としてはちょっと特徴的な色合わせとか、になっていくと思いますので、まあ、これはこれでね、覚えていただけたらと思います。まあ、Nフラワーでもこのワイルドフラワーとかちょっと日持ちのするお花のアレンジメントは特別なレッスンでやっていきたいと、今後はね、やっていきたいと思ってますので、ぜひそのあたりも楽しみにしてください。では早速いってみましょう。いくぜー、カモン。はい、では今日はね、こちらの器にアレンジをしていきたいと思います。まずはこのワイルドフラワー、バンクシャーを、ね、入れていきます。まあ、バンクシャーこのように葉っぱがなってます。ここを少しね、こう、お花を出させてあげるために、このように少しこういうふうに持って、でこういう癖をつけると葉っぱが少し広がりますよね。で、葉っぱ広がったところで少しこう、暴れてる葉っぱを間引くんです。このように間引いていきます。で、この間引いた葉っぱもドライフラワーになるので、これは今回のアレンジに使わないとしても、ちょっと取っておくといろいろと使えます。なので取っておきましょう。捨てちゃダメですよ。もう一本バンクシャーを入れてきますが、これもちょっと葉っぱをこのように癖をつけて、例えばね、この片っぽだけをこう癖をつけて、こう片っぽだけ少しこう葉っぱを流すみたいな感じにもできます。はい、このような感じです。はい、ではね、ここで葉物を入れていきます。このドラセナのカプシノですね。これを、まあ、ドラセナはいつも言ってるように1枚こう切れそうな葉っぱを残して、あとの葉っぱをこのように取り除いて、こういうふうに1枚長くしておきますね。そうすることでこの1枚が結構有効に使えたりするんで、ぜひそうしておいてください。まあ後でね、使わなくても短く切っちゃえばいいだけの話なんで、長く伸ばすことはできませんからね。ではこの今短くした方を、しっかりとこのようによれてる葉っぱを伸ばして、でアレンジに入れていきます。で、こう丸めるもの、丸めてホチキスで留めて刺します。いつもこれね、僕が動画でもレッスンでも言ってるんですけれども、葉っぱで、この葉っぱのワーキングですね、これでアレンジはほとんどもう決まっちゃうんですよ。なので、こうどう躍動させていくか、どう隙間を埋めていくか、特に今回フォームを使ってますけど、まあ、アレンジはフォーム使うこと多いですね。このフォームになった時に、このフォームは割とこうアレンジをやぼったくさせてしまうこともあります。なので、それをやぼったくさせないためには、いかにこのフォームを、フォームを隠すためだけに使うお花を使うみたいな、ファンデーションワークを無理やりするのは良くないんですね。なので、そのあたりのこうさじ加減というか、ファンデーションワークのワーキングがうまくいくと、アレンジは成功に導けます。グズマニアを入れていきましょう。はい、グズマニアが入りました。このアジサイをね、少しこう埋めていきます。アジサイで埋めていきます。
さっき言ってたファンデーションワークの仕方でね、このアジサイとかは割とそのやぼったく見せないためのアイテムの一つではありますね。ただまあ値段的にはね、やっぱ高価なんで、そんなにこうむやみには使えませんけどね。はい、そしたらこの長く伸ばしておいたドラスナを上に伸ばしましょうか。ここに今ドラスナ1本入れましたね。そうしてこれを入れることによって、なんだろう、ここに空間が生まれますね。今までここオープンな空間だったのが、これ1本によってオープンな空間じゃなくなるんです。その瞬間にこのアレンジメントの雰囲気が変わります。これはね、変えたらいい場合と変えちゃいけない場合があるんで、そのあたりはちょっとこう経験で感じていかなきゃいけない部分なんですけど、まあ、これをね、Nフラワーでアクセントラインと呼んでます。でこのアクセントラインについていくリーフですね。はい、そしたら最後にこのトルコキキョウの紫ですね、これを色で入れていきましょう。で今少しここにトルコキキョウが強く入りましたね。そしたら、ここにアクセントラインを増やします。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。こうワイルドフラワー系のね、アレンジはちょっとね、普通のアレンジとは違う独特な雰囲気があります。ただね、このなんか色とか質感とか、まあ、ちょっと華やかなアレンジではないんですけれども、これはこれで本当にこう素敵なアレンジで、このアレンジが合うお部屋とかがありますね。でそういうお部屋はかえって逆にこう華やかなアレンジの人とかは似合わなかったりするので、あ、これはこれ華やかなね、アレンジは華やかなアレンジみたいな感じで両方ともこうできるようになったらいいと思います。ではまた次回、素敵なアレンジメントを、または花束、または軽快なトークをしていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。 See you next time。なかなかかっこいいですよね。僕もね、こういうの飾れる素敵なお家が欲しいなと思います。